女神が翼を広げ衣をなびかせながら立つ姿。この作品はサモトラ家のニケ、古代ギリシャのヘレニズム時代、紀元前190年頃に作られました。地中海の島サモトラ家で発見されたこの女神像は、強い潮風を正面から受け、薄い生地の衣は体にまといついて肌に密着し、これにより衣装の下の肉体の存在が確かに感じられる表現となっています。女神は風を受けながら翼に風をはらませ、勝利を約束した軍勢の船のへさきに降り立った瞬間のようです。実際にこの像は戦争に勝った記念にロドス島の人々が神に奉納した作品であると考えられています。ヘレニズム基調国の特徴である躍動する衣や豊かな肉体をよく示す本作は、時代を代表する作例となっています。